県はきょう、新型コロナウイルスの県内の感染状況について、国が示す分類のうち、感染拡大初期にあたるレベル2だと示しました。きょうは県内で新たに2563人の感染者が発表されました。内訳は新潟市で1051人、新潟市以外の市町村で合わせて1512人です。県はきょう、現在の感染状況を国の分類で感染拡大初期にあたるレベル2だと判断しました。病床使用率が 50% を超えるなど、医療への負荷が増す一方、感染者の増加速度は第7波と比べ緩やかであることなどが理由です。しかし、今よりも感染が広がるとレベル3に至り、状況によっては大人数の会食やイベントの参加に慎重な判断も求められます。病床の使用率は6割近くまで来てますので、医療の負荷が高まってきているという危機感を持っています。県はレベル3への移行を避けるため、改めて感染防止対策の徹底を呼びかけています。また県は年末年始の帰省シーズンに対応するため、今月中旬ごろから来年1月10日まで無料の検査場を臨時的に設置します。